保津車塚古墳は、京都府亀岡市保津町にある古墳。形状は、前方公園墳。暗殺し古墳群を構成する古墳の一つ。史跡指定はされていない。京都府中部、亀岡盆地東園の牛松山から伸びる、丘陵線端部の絶上第地上に築造された古墳である。一帯では本古墳を、名手墳とする古墳19期からなる暗殺し、 古墳群の分布が知られるほか、南東の丘陵においても保津山東古墳群19期の分布が知られる。現在までに、墳球は大きく作兵を受けているほか、近年には発掘調査が実施されている。墳形は前方五円形で前方部を南方に向ける。墳球は二段蓄成。墳球表面には吹き石が認められる。 埴輪は認められていないが、木製品が検出されている。噴球周囲には、集合が二重に巡らされる。その他に出土品として、末期がある。このホズクルマ塚古墳は、出土末期等より、古墳時代中期の五世紀後半引く、末頃の築造と推定される。亀岡盆地の主張部としては、主に中期では一辺30から40メートルの、古墳、後期では、 死と車塚古墳の築造が知られるが、本古墳は、古墳と並行する時期に、前方後円墳として築造されており、当時の政治情勢を考察する上で重要な古墳になる。また、吹き石、集合を伴うが、埴輪は伴わず、代わって木製品を伴う点でも、特色を示す。なお本古墳の立地する暗殺し地区については、俗に本気。 養老3年7月13日上のアゼち設置記事との関連から丹波国府または丹波国士官の所在推定地とする説がある。古墳の規模は次の通り。墳丘はドーナツ状の土手状盛り土の後に内側に盛り土をすることで構築される。ABCDEFGHIJKLMN 京都府遺跡調査外報第103冊2000に ピアニッシモ9302京都府埋蔵文化財情報第105号2008ピアニッシモ110暗殺死1981青木隆土木技術の古代史吉川博文館2017年ピアニッシモ33から40ありがとうございます